便所のつぶやきをみんなに届けたい、小さなスケールの大きな野望。どうも、ダムダムズ谷村です。どうも、ホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。便所のつぶやきでございます。はい。ドゥレレレンドゥ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 レレレンドゥ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 ンドゥ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 ン。逆に今回はもう最後まで聞いてみます。ドゥレレレンドゥ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 。いや止めろや。止めろやい。どこまで行くのかなと思って今回は。この先知らないわ俺。いやただこの曲がかかったということは、はい、ホイップ事故物件レポート3、はい、という形になりますね。3ですか。はい。第2章が開幕。あれ、え、ちょっと待ってくださいよ。はい。前回までのその第1章の段階で、そうですね、次第2章がある時っていうのは、うん、何かしらがあるときですよというお話をしてるはずですけど。まあ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 、後ほどそれについてはお話しさせていただきますよ。そうでしょう。でもあれね、この便所のつぶやきでさ、最近ほんと事故物件の話、はい、よくしてたじゃないですか。そうですね。ほんとそればっかみたいな感じに、まあ、なってますけど。いやまあまあまあ。結構ね、お便り来まして。ああ、そうですか。ありがとうございます。事故物件について、うんうん。ね、ちょっと今から読ませていただきたいと思うんですけれども。はいはいはい。まず、便所のつぶやきネーム、うな丼さんからいただきました。はい、この酷暑の真夏に最適な放送でしたね、うん。まさかそこまで素性が明らかになってるとは思いませんでした。はい、怖さ倍増ですね。次回の放送では死者をネタにしたホイップさんが罰として呪われて面白くなってることを期待します。ホイップ坊やの呪われ待ちということでございますね。思い切ったことをやらせようとしてるんですね。はい。そして続きまして、うん、ベンデルつぶやきネーム、クロピックさんからいただきました。ありがとうございます。事故物件レポート2の時にですね、うん、僕の部屋のトイレの台を流す音が、うん、とんでもない轟音がすると。はい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 。地獄の釜の底から音が鳴り響いてんじゃねえかっていう。いや確かにあれはね。そう。すごい音してましたよ。ね。うん。あれを聞いて、うん、クロピックさんがコメントしてくださいました。はいはいはい、いやいや、あの便所の音は完全に地獄と繋がってるでしょ。かっこ笑い。軽い。すごいライトな感じで。いや、あれマジビビりましたからね。あ、いやいや、ほんと僕も現場にいましたから。うん。聞いたことないですよ、あんな推薦音は。そうでしょ。うん。で、結果、あの本編の中で50秒間推薦音が流れる音流すっていう、実にアバンギャルドなシーン。まあ、ただただゴーゴーってなってるだけっていう、ね。いや、でもそれを聞かせる価値があるぐらいの推薦音でしたね、あれは。うん。あれ、仁村さんさ、うん、音源さ、後で聞いた？聞きました、聞きましたよ。だから生で直接現場で聞いてる音と、うん、ああやって音源で聞くので、うん、またちょっと音の感じが違くて、うんうんうん、それもすごい俺怖いなと思って、聞きましたね。なるほどね。うん、ゴーって音して、うん、4秒後ぐらいの音って気づきました？いや、わかんない。ゴーってなってるんですけど、うん、はいはいはい、4秒後ぐらいに、うーっていう音するんですよ。嘘でしょ？うーっていう声が入るんですよ。うん。俺聞いて、めちゃくちゃ怖かったです。いや、それはなんつうの？やべえって人の声っぽいってこと？俺は声に聞こえたんですね。助けてめっちゃ怖かった。めっちゃ怖かったいやね、飛び跳ねましたよ、ホイップさんが。びっくりした。ちょっと、
5分間インターバルもらっていいですか。ダメです、続けてください。いや本当に、ね、入るんですよ本当に。あれ聞いてみてください。だって俺たちがさ、うん、収録してた時そんな音入ってなかったじゃない。ないない、本当にだからゴーのあれがもうとにかくすごかったから、うん、まあゴボゴボとかね、パイプの音はしてるけれども、まあもうパイプの音なのかもしれないけれども、うん、俺はその時にはそんな音聞こえなかった気するから、なんかね気味悪って思っちゃいましたよね当時はね。あ、その時ちょっと俺はびっくりしちゃって、まあ、気が向いたら聞いてみます、うん、実際ね、その彼女が、まあ、亡くなってる現場ですからね、あそこね。ユニットバスの、まあおっしゃる通りですね、うん、確かにそうだそうか、うん、まあ皆さんもよかったら聞いてみてください、はい、さあ続いていきましょう、便所のつぶやきネームレインさんからいただきました、はい、二村さん、事故物件芸人テル大島さん、こんにちは。なんだテル大島。大島テルだろ。そんな芸名でしたっけ。マサ斎藤みたいに言うな。ケン渡辺みたいに言うな。重ねなくていいわ。なんだかんだ言って結構不安そうなホイップ坊やさんのために気休めになるような言葉を考えてみました、うん、幽霊といえど女性だ、女性はあんたに寄りつかないと。名言ですね。名言じゃないわ。俺最近モテ期来てるからな。え、モテ期来てるの。モテ期来てますよ。また詳しく喋りますけどね。そうですか、ありがとうございます。わかりました。さあ続いていきましょう、はい、ベンジョルズ焼きネームごはんさん、うん、事故物件かはわからないけど、友人の引っ越しを手伝って数日後、うん、私の部屋のコンポが勝手についてしまい、うん、万能包丁、万能包丁、万能包丁とひたすら繰り返されたり、こー鍵を開けて部屋に入ってくる足音が聞こえてきたり、うん、友人は知らないおっさんに首を絞められた経験があるらしいけれども、私も友人も今はてん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 みたいな。いや怖いわ。ただ怖いやつじゃん。ねえ、ごはんさんの身の回りでも怪現象が起こっていたと。怖い。いうことでございますね。うんうんうん、さあ続きまして、ベンジョルつぶやきネーム館長さんから、はい、ホイップさんの彼女に向けたある種の決意表明のようなメッセージ、うん、ちょっと感動した。ねえ、うん、事故物件レポート2で、はい、俺っていう人間を応援してくれと。そうですよね。俺の生き方を見てくれと。あの、要は霊に問いかけてるというか、そう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 、問いかけてるとこですよね。絶対、その損させないからっていう、うんうん、もう高らかに歌い上げた、はい、まあ言ってましたけど、男らしい一面を見せたね、ほう、あのかっこいいやつね、あれ感動したって言ってます。あ、そうですか、ありがとうございますね。まあどうかしてるってことですね、うん、でもこれがまあちょっと後々話すところにちょっとつながってくるんですけど、そうなんですか、はい、さあ続きまして、こちらですね、便所のつぶやきポッドキャストの iTunes のレビューの方にいただいたコメントでございますね、うん、はい、ホイップさんのトーク力凄まじいです、うん、ありがとうございます、僕は事故物件関係の話が好きなので、何か会議が起こったら報告してくださいね。あ、三村さんの相槌ツッコミ笑い声も心地がいいですと。 ありがとうございます。これは読む必要なかったですね。それ一番読んでほしかったです。あで、事故物件関係の話が好きで、うん、会議が起こったら報告してくださいと。これも後々繋がった。なんかあるんじゃん、なんかあるんじゃん、ホイップさん。さあラスト、ベンジョルつぶやきネームタコ坊さん、うん、事故物件の回面白おかしく拝聴させていただきました。しかし今回も結局何も問題なく、ただ安く部屋を借りられて快適とならないように祈っておりますと。何か起これよと。そうですね、いうタコ坊さんのリクエスト。なるほどなるほど、まあ、番組を長いこと聞いてくださってると、はい、確かに大体このままスーッと終わるのがね、そう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 、便所のつぶやきですからね。そう、うんうん、俺も結局何も起こらないと思ってたから、うん、あの時便所の、事故物件レポート2で締めてるわけです、うん。いや、なぜ今回ですね、うん、事故物件レポート3と、はいはい、いうことになったかっていう話なんですよ。そこですよね。ええー。うん、まあ、まず最初に言っていきます。はい。何か起こり始めました。え、それは本当に、本当なのそれ、ホイップさん。何も起こらないといいですねとか、うん、いや何か起こるよ、いろんな、お言葉ございましたけれども、うん、はい、いや、あのね、俺こんなに事故物件引っ張るつもりなかったんですよ。なるほど、うん、うんうん、だってこの間閉めてんだから。そうだね、第一章終了ですって。それはそうだ、俺も
と言って結局何もねえんだろうなと思ってたんですよね、うん、さっきのタコ坊さんのメッセージみたいにね。だからこの間閉めたのに、うんうん、今回立て続けに事故物件レポート3です。これは緊急放送なわけです。ほう、つまり、はい、ですね、にむらさんが僕の部屋に来て、うん、収録をした、はい、あの日のね翌日からなんですよ。そんな速攻で？はい。いや、これまたね、怖と思うのが、はい、ホイップさん比較的その辺否定的じゃないですか。それオカルト的な部分って、はい、まあやっぱ自己物件住んじゃおうぜぐらいのテンションの人ですから、はい、そこに対してすごくドライだし、シビアなはずなのに、それをあったと今頃お話するってことですか？そうですね。そして今、その、なんでしょうね、その、オカルト的なものに対する考え方が、非常に僕今変わってきてます。信じちゃってる。言い方を変えると、まあ、若干そういうところあるかもしれません。なるべく淡々と時系列で事実のみをこう言うようにしていきますんで、今からね。なるほど。はい、はい、はい。そしてこれを驚々しく喋るつもりも僕は、まずございませんということを最初に言っておきます。あくまでレポートである。レポートであるんで。うんうん、にむらさんが、収録したのが、7月29日かな。はい。そんな感じですね。日曜日ですね。あ、ごめんなさい。だから、2日後なんですよ、うん。まずことが起こったのが。はい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 。8月1日、うん、僕ですね、まあ、夜勤のアルバイトを終わって、朝方に家に帰ってきて、うん、で、引っ越し作業の続きをして、うん、梱包を開けたりとかしてたんですよね。はいはいはい、14時ぐらいに、疲れて、ちょっとね、ふっとこう、寝入ってしまったんですよ。うんうんうん、まあ、寝落ちしちゃったような感じ。そうそうそう。うんうん、まだベッドとかもないんで、はい、まあ、地べたに寝っ転がって、寝落ちしちゃっただけなんですけど、うんうんうん、そしたらですね、パタンって音がしたんですよ。うんうんうん、パタンって音がして、ほっと目が覚めたんですね。うん、で、僕の横見ると、ティッシュ箱が机の上から落ちてたんですよ。うん、で、俺ね寝ぼけ眼で、パッてエアコン見る、うん、ついてない、うん、パー窓見る、開けてない、うん、で、まあ、もちろん部屋の中に誰もいるはずないですから、うんうん、あれなんでこれ勝手に落ちてくるわけって、うん、ゾワッとしてね。はい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 。まあ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 、もちろんこれを否定する、うん、ロジックっていうのは、ま、いくらでも立てられるんですよ。うんうんうん、例えば、机のキワキワにティッシュを置いていて、目の前道路ですから、まあ、ダンプカーとかね、通ると、ま、若干揺れる。それで落ちるっていうことは、ま、あり得るでしょう。なるほど。でも俺はね、すげえ几帳面だから、机の上に、の、どこに物を置くかって、俺、すごいきっちりしてるんですよ。うん、そうなんですよね。まあまあ奥まったところにティッシュを置いてたはずなんで、あのね、それが落ちてくるっていうことはないと思うんだよね。まあ、そのさっき言ってた揺れとかだろうと、うん、その揺れで落ちてくっていうことはなり得ない。うん。うん、奥側にこう壁につけてる机の奥側に俺は置いてるから、はいはいはい、落ちてくるっていうことは まずないと思ったんですよね。うんうんうん、それで、僕、事故物件レポート2の時に話したの覚えてますかね、うん、まあ、結構シャレでよく言ってたんですけど、うんうん、俺が寝坊しそうになったら、起こせよって言って、うんはいはい、俺の味方になって、俺寝坊癖あるから、うん、そういうのやれよって、あの放送回でも言ってたじゃないですか。ねはあ、パッ時計見たんですよ。17時なんです。うんうんうん、俺が、家を出る準備をしなきゃいけない時刻、ちょうどだったんですよ。ゾワッとしますね。俺、その日、うん、結局寝落ちだから、うん、目覚まし時計かけてないんです。あのまんま寝てたら、俺その日ライブがあったから、遅刻してたんですよ。その瞬間ね、パン、ティッシュ落ちた。うん、一人でに落ちた。うん、あれ？絶対落ちてくるわけないのに。うん、まあ、皮膚感覚としてありえないっていう感情がまず湧き起こって、ゾワッとしたんですけど、パー時計見たら、俺が家出る準備をしなきゃいけない時刻、今日時計をかけて寝ていたわけではない。うん、あれ起こしてくれたと思って。うん、えマジで、
あの約束守ってくれたのって思ったら、ほうほう、俺心の底からじわーってあったかい気持ちが湧いてきてお前お前いいやつだったんかい。なんだよ。ホプさん、ホプさん、はい。お前じゃないよ、その話。いや、これがね、すっごく嬉しかったんですよ。あ、伝わってたんだと思って。あ、そっちの捉え方をしたんだ。うん。事故物件レポート2の時っていうのは、その霊というものがいるのかいないのかわからん。うん。シャレ半分で霊に語りかけるみたいなことやってたんだけど、いて、そして俺のハートが伝わってたって思ったんですよね。うん、なるほど。それで、その時すっごい嬉しくなって、うん、俺、その瞬間からもう全然怖くなくなったのよ。あー、なるほどね。うん。うん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 。あ、なんか、すごくこの部屋が居心地のいい空間にその瞬間パーンと変わって、すげえ嬉しくなったんですね。それこそホイップさんがずっとこの事故物件レポートで言ってる、うん、まあ、要は味方だっていう判断がそこで、うん、ホイップさんの中でついたってことよね。そうかもしれないって思ってね。うんうんうん、まあ、先ほども言いましたけど、落ちてきたのは偶然だって言えるかもしれないけれども、うんうんうん、でも、これってさ、自分自身の皮膚感覚として、それあり得るかどうかっていうの、あるじゃないですか。わかるわかる、うん。やっぱり僕はね、どうしてもそれってね、ないことだと思うんでね。うんうんうん、で、その日シャワー浴びながら、ありがとなーって言って。家出る準備してね。はいはい。シャワー室にいるからさ。ユニットバスにあいついるから。ありがとなーって言いながら髪洗って、結構ニコニコしながら。もう怖くないからね。ライブ行って。この話まだ続きがあるんですよ。その日なんですけれども、はい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 、まあ、ライブに出ますわね。うんうん、これ、こっから、便所のつべきリスナーに対する、うん、まあ、問いかけというか質問でもあるんですけど、うん、そのライブでもちょっと不思議なことがあって、うん、8月1日、はい、全日本選手権、中野であったライブなんです。はい、全日本選手権。はい。うん、これ、便所のつべきリスナーで見に来られた方います？いや、どうなんですか？うん、僕を見に来てくれるお客さんって、うん、まあ、日本全国探してもほぼほぼいないんですけれども。うん、もういないいないです、いないです。おい！真面目に頑張ってる芸人じゃ、俺。そんな言い方すな。あ、すいません。たまにはいるわ。あ、失礼しました。うん、はい、謙遜して行ったんじゃ。すいません。いや、でも、まあまあまあ、でも少ない方です、ファンは。うん、正直言うと。うん、ほいで、その日、僕はライブ出演してたんですけれども、うん、途中で、おホイップ坊や、つって、うんうん、お前のお客さん今日一人来てるぞ、つって言って。おえー、はいはいはい。いや、例えば、お笑いライブって、取り置きっていう、まあ、システムがあるんですけど、うんうん、まあ、飲食店の予約みたいな感じですよ。例えば SNS とかでコンタクトを取ってもらって、はい、今日、二村っていう名前で、うん、一枚、前売りで取り置きお願いしますと、チケット取り置きお願いしますっていう形になるわけなんですけれども、うんうん、僕はゼロ人のはずだったのに、その日、うん、途中で、ライブの途中で、まあ、先輩から、お前の取り置き一件来てるぞって言われて、うん、あ、マジっすか、誰だろうなぁ、うん、思って、まあライブ出てたの、うんうん。で、その日お客さん15人ぐらいしかいなかったんで、うんうん、俺、ライブ出演中に客席パーって見て、誰だろうなと思った、うんうんうん、まあ、知ってる顔がいたらね、そうそうそう、あの人かってなるからね。あれ、なんか知ってる顔特にいないなぁ、うんうん。まあまあまあ、AY と。はいはいはい。で、ライブ終わりました。うん、俺、出口のところで待ってて、挨拶して、うんうん。その時に多分声かけてくれるだろうなと思ったんです。はい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 、俺もお礼がしたかった、うんうん。結局、誰も俺に声をかけられないまま、うんうん、お客さん全員はけちゃったんですよね。うん、いや、ホイップさんでチケットを取り置きした人が、うんうん、まあ何も声をかけないまま、そう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 、その会場にいたお客様全員いなくなってしまった。うん。で、まあ例えば終わった後に SNS とかで、うん、今日実は見に行ってましたっていうコンタクトがあるかなと思ったらない。うん、うん、うん。僕を知っている、僕を見に来る人って、うん、まあ東京のお笑いライブによく来るお客さんか、うん、もしくは便所のつべきリスナーどっちかしかないと思うんですよね。うん、なるほどね。うん。うん、お笑いライブよく来るお客さんだったら多分コメントしてくると思うんですよね。うん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 、じゃあ便所のつべきリスナーかなっていう今段階なんです。はははは。で、結局今のところ誰も名乗り出てないんですよ。うん。私が行きましたよってことはない。うん。うん、で、
僕階段、出口で、ね、待ってたんですけど、うん、結局誰も声かけないから、うん、そのねお前の今日一件、うん、お客さん来てるぞって言われた人に、はいはい、どんな人でした、うんうん、って聞いたんですね、うんうん、おいやあのねうーん、まあ、結構大人の女性の方で、うん、すごい綺麗な方だったよって言って、はいはいはい、えどこら辺座ってました、うんうん、うーん客席のこっち側かな、うんうん、いや俺全然そっち側チェックしてんですよ、うんうんうん、えいませんでしたようんうん、エンディングの時とか俺結構客席目凝らして見たんですけど、うん、そんなんいなかったですよ、うんうん、いやエンディングもいたいたいたっつって、うん、その人には見えてるんだそう、うん、でも俺には見えてないのかうんうんで俺はすぐライブが終わって出口で待ってたんだけど、はいはいはい、そのさっきの人に聞いたら、うん、いやさっき通ったじゃんって言うんですよそれはどれ具体的なその姿の描写が分かんなくて、うんうん、ホイップさんが気づかなかったっていうことではないの、うん、要はあの人なんじゃないのっていうさ、うんうん、ホイップさんの目の前を通り過ぎたお客さんの中に、うん、その人が言ってる綺麗な女性がいたっていう、うん、でもその日女性のお客さんたくさんいましたけど、うん、綺麗な人一人もいなかったですからねあのこれジョーク、これジョークね。いやいやいや、ジョーク。これですよ、お客さんがいない理由って。一切ホイップさんに取り置きがつかない理由ですよね。受けると思ったんや。それは受けへんで。あのね、いやだから、まあまあ分からずのですけれども、はいはい、だから、便所のつぶやきリスナーの方の可能性もあると思って、もう一度言って、8月1日全日本ネタ選手権というライブに来られた方いますか、うん、いるんだったら、教えてほしい。そうか。結局いないんだったら、うん、彼女が見に来たっていうことになるわけですよ。いや、まあまあ、ね。だって俺を起こしてくれた日に、うん、彼女が来たん。そうか。一緒に家を出たのか。っていう可能性あります。そして俺が高らかに俺が頑張ってるとこ見せるからって言ってるじゃないですか。ほうん、どんなもんじゃいって言って見に来たのかもしれない。なんかちょっとつながってきちゃうんだ。そうなんですよ。俺の中でちょっとつながっちゃうから。はあ、いるんだったら教えてほしいし。はあ、なるほどね。で、あとね、うん、俺の家からその会場までめっちゃ近いんですよ。うん、だ彼女も非常に来やすいっていう、その日ね。アクセスがいいと。うん。4分ぐらいで着くんで。だ彼女もコンビニ感覚で、ホイップ坊やかと、うん、俺の生き様見とけ言ったな、うん、ちょっとライブ見に行ったろかいって見に来た可能性がある。その日ね、良かったのはね、すごいホッとしたのが、うん、まあまあ受けたんですよ。あ、いいとこ見せれた。いいとこ見せれた。この日滑ってたら彼女も、こいつ全然ダメじゃねえかってなっちゃうんで。なるほどね。正直その日はまあまあ受けましたね。良かったーと思って。じゃあもう全部良かったじゃん。うん、でこれが8月1日の出来事でしたね。ほうほうほう。で、8月2日に、またもう一回あったんですけど。うん、何そんななんか立て続けに起こってんの？今日収録してるのが8月4日でございます。はいはい、3日は何もなかったんですけど、2日も俺が、夜勤からまた帰ってきて、朝、パーって、ちょっとまあ、うたた寝入ったんですよ、うんうん。で、俺その日昼やらなきゃいけないことがあったんですけど、うん、もうなんかね、ちょっと、床寝っ転がってもうまんじりとしてたんですよね。うんうん、動きたくねえなっていう、疲れたっていう感じになってたんですけど、あの、クローゼットから、うん、針金ハンガーが、カチャーンってフローリングに落ちる音がしたんですよ。はいはいはい、カチャーン、チャン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 つって、うん。もうこの音ってみんなイメージできると思うんですけど、うんはいはいはい、あの音ね、うん。で、もう昨日不思議なことがあったから、もうあんま驚いてないんですよ。あ、うん、またかと。はいはいはい。俺が腰重くて動かないのをまた叱咤激励してんだなと。うん、なるほど。今日やることあるんだろうと、うんうん。起きて準備しなさいっていうことを言ってんだなと思って。それで、クローゼットのところに行ったんですけど、うん、針が、あの、ハンガー何も落ちてないよね。え？そっち落ち 100% フローリングにハンガーが落ちた音はしてんですよ。それをじゃあその彼女が落としたってんじゃなくて落ちてないの？
そう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 。もう、勝手に落ちてるっていうところ、俺もう受け入れてるのね、もうね。そうだね。それはそうだ。おう、あ、彼女がまた落としたのね。うんうん。パー探しに行ったら、フローリングにハンガー何にも落ちてないんです。そんなわけある？と思ったけどね。100% 音はしてたから、それ。はいはいはい。っていうことが、今のところ起こってます。結構盛りだくさんでびっくりしてます。俺もね、2日連続でこんなこと起きるとはって思ってませんでしたけどね。本当にもうロケをした直後から、うん、トントントンと。そういうことですね。いや、それは確かにホッピさん、ちょっと考え方変わるわな。信じざるを得ないような。まあね、まあ、事故物件に住んでるという、うん、まあ、こう、心にさ、うん、何か起こるんじゃないか、起こるかもしれないっていう、こう、うん、バイアスは若干かかって、まあまあね、でもいるとは思うけど、うん、それさっぴって客観的に判断してもおかしいって思う、うん、やっぱティッシュのことであったり、うん、ハンガーとかね、うんうんうん、まあ、ライブに来たっていうのは、本当に誰か黙って来ただけかもしれないけど。これだって、だって、ね、今日今これ放送して、うん、リスナーの方から別に特別反応がなければ、うん、それだってまだ分からない話になりますもんね。まあそうですね。まあまあまあ、ライブは俺がちょっとつなげているところはあるけど、うん、ハンガーとティッシュは、いやーこれはそんなわけないって、うん、もう、何本能が言ってる。感覚ね。僕はこれもう全然僕の主観ですけど、はい、今の話聞いてて、ちょっと信じちゃうのって、うん、ホイップさんって寝ちゃうと、そんじょそこらじゃ起きないじゃない。うんうんうん。そうなんですよ。そう。ね、よく気づくね。僕も長いつけであれですけど、うん、本当にそんな、だってそれこそ揺らしたって起きないぐらいの人なのに。俺ストーンって死んだように眠っちゃうんですよ。それが、まあ言っちゃえばティッシュ落ちたり、そう。それだけでパッて目が開いてるのも俺は、そう。ちょっとおっと思ってる。不思議ですよ。だってそんな大きい音じゃないからね。うん。その高さ、60センチ、70センチぐらいのところから、うんうんうん、ティッシュ箱がパタンって落ちてるだけですから、うん。そんなんじゃ絶対起きないよね。絶対起きないよ。またその日さ、もうめちゃくちゃ起きてたから、徹夜徹夜で。はいはいはい、完全に起きれる睡眠の深さじゃなかったとは思うんですけどね。うんうんうん、っていうことが現在起こってます。いや、そりゃ3あるわ。だから、ちょっと今回緊急放送っていうことで、事故物件レポート3をお送りさせていただきました。いや、今の話聞いて思うのは、うん、もう4間近じゃん。いや、どうかね、うん。まあ、わかんないですけどね。もう何も起こらないかもしれないし。うん、そうかそうか。まあ、もう見たからね。全部ホイップさんのそのライブも見たし。そう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 。お、面白いじゃんってなってる可能性あるから。はぁ、なるほどな。なぁ。あと最初にそのこれをおどろどろしい話にしたくないんだっていうことはまず言ったじゃないですか。うんうんうん、言いましたね。うん。一個皆さんにご報告しておきます。うん、だいぶ彼女に対して、情が湧いてます。だから僕はおどろおどろしくしたくなった。そうかそうか。うん、まあ、おじさんにとってはそんな怖い話じゃないというか。そう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 。うん、なんかね、さっきのさ、温まる話というかね。うん。階段テイストにしてさ、なんか商品化するのが、ちょっと彼女に対して申し訳ないなっていう、フェアじゃないなって思ったんですよね。なるほど。うんうんうん。だって彼女は反論できないじゃないですか。うん、まあそりゃそうだ。うん。なんか俺が一方的にさ、うん、ねえ、怖いでしょみたいな感じにするのも、うん、それは僕の心に嘘ついてね、まあね、正直じゃないし、うん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 、ちょっとフェアじゃない。で、彼女にさ、喋っていいかっていうのも聞いてないから、正直こうやって喋ってるのもあんまりいい気はしてないかもしれないですね。そうか。うんうんうん。情湧いてます。ということでございます。とりあえず、今のところこういうことが起こってるよっていうのをご報告したくて、今回収録に立ったわけでございます、ね。不思議。なんかその怖いっていうだけでもない。うんうん。最後まで聞くと、すごく今不思議な気持ちになるお話ですね。うんそうですね。うん。まあ幽霊が確実にいるとは僕は言えないけど、うん、なんか、まあいてもいいんじゃないかなとか、
まあいてもおかしくないのかもしれないなっていう感覚にちょっと今なってますね。そういう存在のわからないね、うん、何かしらのサムシンググレーとかさ、はいはいはい、あるのかもしれんと思ってる、はい、ということで、いやーなるほど、まあね、今回の話がね皆さんの心に何を残すかは分かりませんが、はい、とりあえず一旦締めたいと思います。わかりました。以上便所のつぶやきでございました。ありがとうございました。